どうもこんばんは、フラメンコです。続編ポケモンパンフレット縛りついに最終回ということでね、最終回の最終回ですね。うん、最終回オブ最終回なんでさあ、もう前回は、クラベルさんとかはね、戦闘できたんで、で勝つこともできたんで、今回は、ネモさんか、彼女に出会えるように戦ってこと思う。最高。いや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 、ようやっと来たよこのネモハンがいや時間かかったマジで。結構ね、なんだ、2回目以降は本当にランダムっぽくて、もう何回も繰り返してるうちにだいぶレベルも上がっちゃったんだけど、ようやっと戦いますわネモさんとも。やった、フラメンだ。そう、ついに決勝戦で当たりましたね、ネモさんと。チャンピオン同士全力で勝負しよう。やるか。どうなんだろう、ネモハンも変わってないのかな。さあ尋常の勝負。ルガルガンからか。なんかまあポケモンとか変わってないんだろうな、レベルも上がってない感じかな。まあこちとらね、まあ、71度でも高ぇレベル。こちとら見てくださいこれドスクジラなんかも86レベルまでいっちゃって、もったいないことになってるんで。そうだな、もうできるだけドスクジラは最後に回すって感じで、全員でねできるだけ戦えるようにしていこうかなという感じで、まずは、まあ、とりあえず毒虫だよねこういう時はね。おお、耐えるんだ意外と。ワンパンではないんだな。やるやんやるやん、パマルで散らばっといたけど、まあ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 さすがにね、やられるでしょう。まあ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 ウパマルだけはね絶対に常に先行で出て毒虫撒いてやられるからレベル上がんないんだよねずっと悲しいウパマルだけは絶対上がんないレベルで、ここで毒を入ってないルガルガンを倒すにはやっぱりドスクジラからだよな。うんやばい、2秒で矛盾してる。さっき最後に出そうとか言ったのに。まあでもルガルガン毒入ってないんでね、うん、毒入ってないやつはまあドスクジラでとりあえず殴っとこうか。よし、いけ。それ以降はちゃんと全員で戦っていきたい。あ、いったのがスバイス早い。いけー、ダメージ200くらった。意外と油断ならないかもしれないな、ネモハン強いか。さては、なんかランダムで当たるやつらの中では一番レベル帯も高い気がする、ネモさんが。まず回復していって、お次かパーモットよ。やっぱり変わってないっぽいな。うん、だ毒が入っていく。ここは焦らず落ち着いて HP 回復も兼ねて守っていく。ドスクジラの HP なんかねいくらあってもいいんだからインファイト恐ろしい。ってことはパピコか。うん、これ引くポケモンはパピコに決まりましたね。あとはみんなインファイトでワンパンされちゃうんで、できるだけ時間稼げるやつに変えていこう。結構毒で入るね。オッケーオッケー。よし、ここはインファイトを唯一耐えられる女パピコ投手。さあいけ、ほらいけ、よいしょだよね。はい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 、あと2発耐えるからで相手の防御も下がってるから全然突破できるな。パピコでやれるぞ。ダメージを蓄積させていく。でここはちゃんと守るよ冷静に。どうしようかな。まあでも、うん、電光衝撃、知らない知らないやめてくれる、ちょっと知らない技使うの。電光衝撃、なんだろう、物理かな、物理だってほしいな。パピコはねゴツゴツメット持ってるんで、でもここでじゃれつくで飛ばしてもいいよ。あー、相手の方が早い、さすがに。うわー、やられたー強い強いな、パーもさすがに。こんな強いタイプ一応と持ってんかい。電気を使い切った、なんだそれ、電気タイプなくなったか。そういうことある、もしかしてこのゲーム。これはどうしたろうな、どうでしたろう。パモ太郎出しといて、まあまあまあボルチェンでも10万ボルトでも倒せると思うんだけど、どうだろうな、ボルチェンして入れ替えとくか、
入れ替えとくか。オルチェンにしよう。よし、これで倒してくれ。あ、いや、え、蓄電なんかい。終わった終わった。ほぼ終わった、この挑戦。おお、まずいって。レベル86のドスクジラで大噴水する流れになっちゃうって。蓄電なんかい。電気使い切ったと思いきや、そうなんだ。うわあ、無知が出た。無知が、無知出ちゃった。インファイトされたらちょっとたまんないからな。ロスクジラにしとくか。いやー、悔やまれるな。とりあえず守っていく。さすがにスバイスはパワー持ったのが早いのかな。だとするとまずいな。インファイト食らってくないな、あんまり。普通に負けるまであるな。回復していく。いやー、蓄電で回復さえしなければ。本当に回復さえしなければ勝っていたものを。よし、とりあえず突破していく。お次のポケモンは誰だ。まあまあ順調に回復ができてるけど、もう数的不利だぞこれ。随分と。ミミズズは確か地面が効かないことしか覚えてないな。しかも鋼か。毒が入んない。毒が入んないんだったら変える必要ないな、これ。これ効果抜群って書いてあるけど罠なんだよな、これ確か。土食とか持ってんだよな。全員今一つかい。全員今一つなんだったらドスクジラでもやるしかないな、これは。逆にドスクジラは鋼のタイプ弱いけど、いやーもうやるしかないでしょ。やばい、一旦守ればよかったな。体力回復かねて。さあ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 、プレイングミスが散見しておりますが、アイスピナどうよ。半分ぐらいいく？いかねえ。絶対いかねえ。うわ、強え。強いぞ、ミミズが一番。こいつが一番強いかもしれない、敵の中で。2発耐えるか。こちらは2発耐えるけど、相手はあと2発倒せるか。どうだろう、倒せないかもしれない、これギリギリ。よ、守っていき、いいよ、回復していき。まあ自信はもう入んないんでしょうがなく、もう一発つけんないにしてくれ、頼むから。うーん、怪しい。あ、急所か。いやー、怪しい、余計怪しい。ギリギリ倒せない。ああ、倒されるんだこれ。倒されるのか。220ぐらいあって、こ、あ、負けたな。あれ。ちょっと待って、俺また出会うまで永遠にやり続けるのこれ、まずくない？どっちがいいか。二蔵とかでひっつくとくか、くっつき針。待って、出会うまでにドスクジラのレベルが90超えちゃうんじゃないか、次に出会うまで。まずいぞ。とりあえず、ギガドレンでもしとくか。爆投技を持ってらっしゃるってことはもうバンジキュースですね。グルーもワンパンだなこれ。なるほど、もう一回やり直せんだなこれ。くっつき針与えたけど、ミミズズどうやって突破するんだこれ。難しいな、ミミズの突破方法が見つかんないけど。いやー、次出会えるのいつになるかなこれ。全然食らわない。くっつき針の方がダメージでかい。こんなことあっていいの？くっつき針の方がダメージ高いんだけど。そしてノコ、こっち。そうだな、ニミミズズだけが一番ネックかもしんないな。毒にも入んないし、あとポケモンは3体で、まあマスカーニャだっけ、御三家の。あれ、あ、守るできないんだ。
なんとかドリルって。そうなんだ。いえ、知らなかったその情報も。オッケーオッケー。じゃあ次に出会えるまでにやばいかもしんない。レベルがもう90超えてるかもしんないけど。いやー、くそー、悔しいな。いや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 、本当にあれから、3時間半経ちました。ネモさんと当たらなすぎじゃないねえ。ちょっとこれ見てもらったら引くかもしれないんだけど、なんか決勝戦でしか多分ネモさん出てこないと思うんだけど、もうねずっと校長とあと四天王の一人八作、あいつだけなの。ずっとあいつらばっか出てきて、ネモさんと当たったの3時間半ぶりよ。ごめん、なんか本当に申し訳ないんだけど、見てくれレベル上がりすぎ上がりすぎたいやしょうがなくない？だって当たんないんだもん、ずっとネモさんが出てこないんだもん、ネモさん。まあはいこんな感じになってしまいましたけど、とりあえずガマルに対しての役割は変わらないはず。あ、お相手もまずステレスロックからが、いやーちゃんとしてんな。ってことはウパマルもワンパン圏内じゃないってこと か、 なんかそんな気がしない？いいぞ。だとすると結構有利に立ち回れるかもしれない。まずは首から入る。さすがに、おお、ギリ耐えまでレベル上がっちゃったんだなこの3時間半で。いやー世界一無駄な時間過ごしたもんだって俺で。これでまあ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 やられるけど、相手は眠る。その間にルガルガンはまあ地面に弱いよな。なのでまあちょっとレベルが高すぎて強攻め感もあるが、ここはドスクジラから出していく。見てくれよ、レベル93だよ。あ、90ぐらいいくかもなーははは、とかって思ってたらもう93までいっちゃった信じらんないんだけど、マジで出てこなかったネモさんが。よし、でここは一旦もうね、相手がいつ起きるかとかも分かんないし、多分相手の方が早いんで自信を打っていく。あー、どうだろう、もうさすがにレベル差あってドスクジラの方が早いのかな、スピード。まあまあいいか、とりあえず突破で回復で、次は一旦ガードで体力回復&毒のターンを稼ぐ時間にしようかな。パーモットはそうだよね、インファイト持ちなんだよね。インファイト持ちというと、なんかもう自信連打していけばなんか全部勝てるんじゃないかみたいな気もしなくもなくもないけど、まあ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 、ここは一旦ちゃんと全員に活躍の場を設けたいわけさ。最終回の最終回だからね、なんたって。とりあえずここはガードして回復していく。でまあインファイト耐えられるのはパピコだよな。うん、ここまでは前と変わんなくていいのよ。前回はね、トモタロさんの出しどころミスって非常にもったいない使い方をねしてしまったんで、ここは一旦パピコを出していく。いいぞ、戻れ、よくやった。ドスクジラには最後のね、一番最後の最後まで待っていてもらおう。だって耐えるか、耐えるね。ただ2発目のなんかなんとか電気なんちゃらみたいなやつを耐えないんだよな、確か。あ、耐えないのか、待って、耐えないのか。あんまり意味なかったか。だとするとドスクジラで突破した方が良かったかもしれない。まあいいか、一旦守る、一旦守るぞ。その電気のなんちゃらなんちゃら技って電光衝撃専用技かな、見たことないんだけど。おかしいな、俺のパモタロさん覚えなかったんだけどそんな技なんでうちのパモタロさんも覚えていいと思うんだけど。ここでどうする、耐えないか、耐えないな。だとするといや、レベルが上がったし耐えるかもしんないな。よし、じゃあレッツ稼よう。どうだ、耐えないか、さすがに耐えない。5つ目をダメージ与えて毒も入って、それでも倒せないか。電気を使い切ったがそれでも倒せない。まあこうなると、パモさんで回すっていう選択肢がなくなるんで、ドスクジラ出してまあ先制かな。あ、一旦 HP 回復するか。いやー
ちょっと痛いな相手のステルスロックが。こちらも結構ポケモン入れ替えることがね多いんで、うん、守っていってガードして、これ毒ってやられるんじゃないか相手。何です回復倒しきれるか。倒しきらず、まあ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 、こうなったらもうコールの全てで、うん、巻き取ってる。ナイス、いいよ。これだけでもう最初の挑戦とは大幅に違う。いやマジでこの挑戦倒したいな。ネモネモネモトロとか言いそうになったわ。危ねえ、ポモトロのノリでネモトロって言いそうになったけど。さあ次はミミズズ、まあ、このまま戦うんだけど、いやこの挑戦倒したいな。下手したらまた3時間半かかるからな、ネモさんに出会うまで。でここは誰のね攻撃も効かないんで、あパモか一番効くの。まあでもここはミニゾウでひっつき針をくっつけようと思う。うん、相手が多分物理の攻撃してくれると思うんで、けミニゾウよしけ食い込んでいくが、アイアンテールで耐えていく、華麗に耐えていく。さあいいよ、くっつき針のダメージ、スリップダメージが効くはずなので一旦守ります。冷静にこれでもう一回ダメージ入れて、どうだ相手はアイアン、まあまあでもさすがにミニゾウ次は耐えないな、ダメージを受ける。耐えないってことはもうこれお祈り守るだな。来た、頼むお祈り守る。いやー行かないか、行かずターン稼げずアイアンテールをもらう。ミニゾウがやられていく。さあどうしようかなこれ、うん、倒すのはいいんだけど、倒してねえわ、ダメージを与えていくのはいいんだけど、どれでいこうかな。あのノココッチがだいぶ厳しいと思うんだよね。でもガード効かないからノココッチは多分上からね暴力的に叩き潰すしかないと思うんだけど、ドスクジラで。となるとここはノスクジラを温存したいわけだ。パモトロさんから行くか、いやそれか、いやグルオから行って守って時間稼ぐか。そうしよう、グルオから行って守って時間稼ぎます。任せたグルオ、よし行け、とりあえず守る。で穴を掘るでターン稼ぐのもありなんだけど、土食ってあれだよな、回復までしちゃうよな確か。うわあ、そっかそっか、ボディープレスあったんだった。もう3時間半で記憶飛んでる。ボディープレスあるってことはワンパンか、さてはさてはワンパンだな、グルオ。さてはワンパンか、ちょっと頼む。いやお祈り守るが通用しない、圧倒的やつか。あ耐えるんじゃん、耐えるんか、だったら攻撃だったわ、だったら攻撃だったわ、マジか。これ3連守るになっちゃうし、もうしょうがないな、もうしょうがないわ。いやー失敗だ、失敗、激しい失敗。グルオ倒されていく。いやはぐれタイプの打点がないのもなかなか厳しい戦いだな本当に。でこうなるとドスクジラは温存したいんで、パモさんで行くと。尖った岩がでかいんだよな本当に。でここはどうだ、もう倒すでいいか、倒すでいいな。うん、入れ替わり立ち替わりするとステルスロックの餌食になるんで、うん、10万ボルトで倒しに行け。よし行った、ナイス、さすがに強いか10万ボルト。でもうパモトロさんはねスカーフ巻いちゃってるんで、このまま全突破で行ってもらおうか。ノココッチが出てくる。で毒が、こっから先の敵は毒が入るのかな、もうネモの手持ちが、あとマスカーニャしか覚えてないんだけど。さあ行け10万ボルト、
半分からいけ、いかない、まあ耐えないか、まあ耐えないか、こうなるともうあれだな、ドスクジラに頼るしかないな、全面的に。ただ相手のマスカイの最後のポケモンは、草タイプなんで、そう最後にさえたどり着ければ勝てる間違いなく。あともう一匹がマジで何だったっけな、分からない、本当に覚えてない。ここは守るぞ、回復かつ毒ダメージも稼ぐ。もうねこのノココッチが、あやっべハイバトル効くんだった、やっべ忘れてた、忘れて、もうだめだ、3時間半でこの3時間半で記憶という記憶が飛んでる。よし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 、よかった、ドスクジラが HP お化けで、さすがに残り半分はもう消せるか、圧倒的物量で、うん、このね圧倒的なドスクジラの体積量で多分倒せるとは思うんだけど、まあ素早さも上いってるでしょレベル的に強くなりすぎちゃったからな。よしいいぞ、アイスピナーでさすがに粉砕でしょ、ナイスー、オッケー。さあいや次のポケモン次第だ、誰がいたっけ本当に。まずは回復挟んで頼むから、氷か地面が入る相手やってくれ。やったヌメルゴンだ、ヌメルゴンって確かドラゴンだったよな。いやー2倍だ、全然これ2倍だ、やりましたこれやりました、あと2体でしょ、で最後のポケモンマスカーニャでしょこれ。だからマスカーニャが先制技さえ持ってなければなんとかなる。よし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 、そっかそっか、そういえばヌメルゴンだったな。あいいぞこれ、戻ったか、いただいたかさあやるねフラメン、最後はこの子で勝ちに行く、お互いの相棒ポケモンで締めくくりだ。この 長かったね、長きにわたったこのシリーズも終わりが近づいてる。まあこちらはアイススピーダーでねぶつけていくしかないんで、まあつぶてでもワンチャンあったかもしれないけど、まあまあまあいいでしょう。いやーこれがこのシリーズ最後のテラストのシーンかもしれない、エモいなそう考えるとさあ戦争どっちが取る、本気をぶつけるよ、いいよもちろん覚悟はいいぜ、ライバルだからな。あれまずくねあれそれって確か急所に入るよね、危ねえ、よかったよかったレベル高くてこの3時間半意味はあった、よっしゃ勝った、これで晴れて俺が真のチャンピオンだね、もう学内最強戦にも勝ち、あまた勝負しようぜフラメン、勝負ありがとう、すっごく楽しかったよ、そして優勝おめでとう、いやありがとう。今回のバトルスクール坊主とか言ってるけどもうあれだぜ、もう過去なんだ前回ネオに負けてから10戦ぐらい連続チャンピオンだぜフラメンもう殿堂入りでしょ、もうなんなら出来まであるさあ最後の商品をいただいて、あ不思議な飴3個だ、不思議な飴3個もらったな、これせっかくだから食わせようかなウパマルに、なんかかわいそうだしなウパマルだけまあまあいいか、レベル80じゃなくて、いやーこれで終わりかな、まあさすがにうんもうないでしょう、これ以上のストーリー的な要素は。一応なんだっけテラレイドバトルだったっけを進めるっていう話もあるんだけど、まあ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 、あんまりねランクバトルとかはやるイメージが湧いてないんで自分の中で、うんやる気もあんまりないんで、もしかしたらねなんだろう今のメンツで今のこの旅パでなんか挑戦してみたみたいなことはするかもしんないけど、まあ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 とりあえずこのシリーズもこれで終わりですねいやー長きにわたってどうもどうも
ありがとうございました、本当に。最後にやるか、ちょっと全員の下手すぐらい見とくか。いやー、一番最初の頃と見比べてみてほしいな、本当にみんなには。ウッパーマール、血の毛が多いんだよな、一番。こんな可愛いなりして。最後にみんなにパルディアチャンピオンの証でもつけとくか。でも80レベル近くまでなって、まだこれだからな。なかなか、なかなかだよな、こう見ると。うん。ペラペラ。相変わらずペラペラなんだよな。パルディアチャンピオン。桃太郎。ブルーはでも、最終的にやっぱり、アイテムもね、進化の奇跡持たせてるから、結構耐えてくれたね、2発か3発か。うん。終盤は終盤で、活躍の場が結構あったよ、グルオ君は。で、ミニゾーマルだな。動画描いても、早すぎで勝てないから、かつ、相手がね、抜群技絶対打ってきて、厳しかったけど、くっつき針っていうね、うん。活躍の道があったね。パピコちゃんはもう序盤なんかはもう引っ張ってくれたの間違いなく、パピコが。まだドスクジラがいなかった頃なんて、ほとんどエースだったもんね、パピコが。この防御力の高さよ。うん。そして、我らが、ドスクジラ。もう、食べ残しを持たせたことによってあれだったな。うん。無敵要請になったな、最後は。まあ、このパピコとドスクジラのね、積み積み攻撃、積み積み戦略。これもね、いやー、中盤以降は、猛威を振るったね。オッケーオッケー、じゃあ、振り返りもこれに沿いて、パンフレットシリーズの続編のシリーズ。こちらも、最終回にしようと思います。いやー、本当に、ありがとうございました。またどこか違う世界でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.